てか今回はいきなり3エリア行ったらきついってこと？だからきついです。ワンパンしかないもん。でかサイトついてる。でかサイト。はい、これ三段増えない。マジ？犬骨行くぞ。待ってですか、このさレバーアクション武器さリロードしてもリロードしても 全段リロードしないんだけど、これと、というと1リロードで、え、何何、左右2発ずつしかリロードできないんだけど。あ、そうなの。構え方面白構え方おもろ。え、これスラグだからこうなの。ほんとだ、いちいちリロードしないといけないの、こういうふうに。そう、だる。え、社訓でやったときちゃんと全段リロードしてたけど、これバグじゃねえの。バグってそうだよね。全然段リロードできねえんだけど、一度に。何これ、死ぬほど弱いぞ。いや、どうせスピードコールあったらどうなんだろう。これ傭兵いる。傭兵はビリビリの K だな。あ、当たんねえ。やべ、死んじゃう死んじゃう。面白いくらい当たらんかっていう。スピードコーラ飲みてえな。なんかヘリ来てんね。嘘、ほんとだ、落とせないよ今。俺もちょっと遠いから無理だな。無理だな。うわっと、クレイモアある。おお、クレイモアなんだ。開けるぞ。あ、まあ、レーザートラップもあるじゃん。開けた。なんか声が。あ、てか俺、シールド兵に対抗手段として、焼夷弾で正解だったかも。ね、強いんですよ。中エリートの数えぐい。でででで。上騒がしいな。レーザーのトラップが結構ある。ちょっとリロード遅すぎる。グリグリグリ。このゲームモード PVP でするってマジですか？なんかその噂はあったけど、まあ、らしいよね。どうなんだろうね。ね。ヘリ来てる。もうリロード遅くてさ、敵の脇に間に合ってない気する。わかる。この武器、あ、ウォーロードの声するよ。する。あ、やべ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 。あ、消えた。トラップ多すぎじゃね？いや、そう。ああ、ウォールドの声がするってなんかラジオの音か、これ。あ、いたいたいた。こ、え、あの、こ、こ、真上、真上、真上にいる。あ、真上にいる。真上にいる。オッケー。待て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 。そこそこトラップあるよ。うん、解除した。で、ここにいるはず。あら？ん？消えたんだけど。あ？どこ？これ絶対犬戦ってる？あ、いた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 。ちょっと待って。あれ？ん？どれ？死んだ。死んでるじゃねえかよ。あ、弱い。え、ここ簡単じゃね？うっそ。
いいやん、ここ。おめえ、多分レガシー、トッケビより弱えぞ。最弱、あ、でも、ここのいいところはね。おぉ、アンダーワッフェのケース。マジかよ。サーキット、回路いっぱいある。回路何に使うの？え、あれ、パレット動かせるじゃん。ああ。そうそう。え、ちょっと、史上最弱ウォーロードあるよ。うん、マジである、それ。まあ、これありきか。パンチした？した。いいよ。じゃあ、突撃します。はい。重いもん、なんか、この辺。これだな。レッツゴー。どこだ？広くね？何？え？なんかシェーダーコンパイルやってんだけど今。このマップ。え、これどこ？なんだ？知らんな。あと体がまだ動かせねえ。わかる。あと犬近すぎ。それそれ。ジャンセン救出。え、これアルマスラのどこだ？マジで知らんな。てかゾンビ2レベだけど。2レベかよ。あー、謎解きの場所見っけ。え、嘘。あ、いけない、近づけない。え、近づけない。まあこれストーリーだからやらせてくんないんじゃないか。そういう、じゃあどっちみちシジル1回やんないといけないのかね。あ、もうオブとストームの、待って、これこんなとこにあるんだけど。頑張ってね。スコーチャー必須みたいな。スコーチャー必須じゃないけど、あると圧倒的楽結局だよね。もうないとダメだこれ。で、なんだこれ、オーブとストームの関連を調べる。なんか空中浮遊してやんだけど、あれもしかして撃てってやつか。なんこれ気になる。アスレチックあるんだもん。アスレチック、毎度の。ねえ、これオーブ多分だけど撃たないといけないやつか。あ、マジで。あ、あれなんて思ったけど、そうでもなかった。さあ、ロハンウェルの近くの地形こんなんじゃなかったっけ？だったっけ？アルマズラ。風景が宇宙なんだよな。あ、調べられる。お、なんだ？シーケンスを完了してクリスタルを。クリスタルの粉砕。弱体化しろだって。あ、撃つやつあるやん、これ。何これ？あの、ワープするときの暗号が浮かんでるんだけど。こっち来てよ、こっち。待って。こっちもね、あるんよ。あ、同じだ。何をしたらいいんだい、これ。今、なんか飛んで。あの、なんかさ、それ触ったときにさ、なんか飛んでったでしょ。見てなかったぜ。まあ音はしてるからそれを破壊するんだと思う。あ、これか。あって、これパンチあるじゃん。え、これパンチ見つけたわ。あ、本当だ、なんか飛んでった。これでなんか石板が飛んでくから触って解除しろ的なやつだな。しょうもな。こっちはこっちでそれ同じにやってるから。オッケー。しょうもな。マングラ多すぎ。あ、ラッキー。で、また調べて、もう一個飛んでる。
はい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 。出た。音源。おい。え、もう一回クリスタルを。クリスタル調べの。え、また？何回やらされんの？待って、見つかんねえ。あった。え、音めっちゃしてんのにないんだが。目黒か？目黒だよ。まあ、マジでね。これ4個目だよ、これで。早くね。何個やらされんのかわからんけどね。はい。いほん。バー3つ飛んでった。すっげえ音だけ知る。ちゃんと見ろ。あった。え、石板打つだけかこれ。そう。え、これなんか終了条件とかあんのかな。無限にやらされるんだけど。あれあれ、あの最初浮かび上がった紋章あるじゃん、あれの順番通りだと。あ、そういう。次俺砂時計みたいな形のやついる。それちゃんと見ないといけないんだけど、ゾンビが多すぎてさ。紋章見えなかった。どこ飛んでった。あった。ああ、で、終わったわ。順番通りやったら。なんかさ、適当にやってたけど当たってたっぽいな。当たりかよ。ちょっと待って、もう一個が見つからない。もう一個どこだ？探しておくれ。音しないね。音しないな。あ、あった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 。ああ。なんか知らんけど、なんか知らんけどうまくいったわ。ね、クリスタル壊して。つかここアスレチック多いから本当にスコーチャーないとだるいかも。俺もこのショドクターちゃんさんの意識ないぞ。蘇生だ。ああジャンセン。ジャンセン、ジャンセンどうした？キリストみたいになってっけど。キリストみたいになってんの？おお。撃っていいのかな。彼女を解き放つんだ。解き放たれてるように見えるけどね。異物の異物と違うか。あ、なんかすぐそこにある。飛んでくる。飛んでくる。よろしく。あ、で、さっき謎解きの触れねえっつったやつだ、これ。おい、これ、俺、スコーチャーネットのもんのめっちゃめんどくせえじゃねえか。で、あ、封印付近でゾンビ切る。ちょっと待って。これね、スコーチャー真下に打てばいいだけなんよな。ああ、それ、そっちが有効になったから俺でできないんだ。あ、そうなの。一箇所ずつやんないといけないんだ。なるほど。おいっす。あ、もうやだ。ワンダーワフェ使う。スコーチャーを真下に打てば死ぬ。終わった。あ、待って、これさ、何これ、なんかな、あー、なんかぽいね。拾ったりしてないよね。おい、何もやってねえ。 OK、 次、ちょっと次よろしく取ってきて。じゃあ高いとこやるわ。むしろ高所に行けないんで私。ここは簡単そうだ。あ、そっちか。封印付近で切るって言ったって。おい、行けねえじゃねえか俺そこまで。結局自分で行かないといけねえじゃねえか。頑張れば行けるの。
このエリアが封印だしな。よいしょ。じゃあ登ってくるの待たないといけないか。待って、俺スラグの3パンなのにレベル2ゾンビ1パンできない。弱すぎ。マジで弱いわ。じゃあこれは焼夷弾がメタってことでいいのかね。いや通常まだ分からん。あとボロ弾もあるから。ボロ弾なんか使う気起きないな。このゾンビどうやって登ってきとるの。オッケー。あ、もうあった。じゃあ、あっち行こう。あ、ノートパソコンじゃん、これ。ノートパソ。ノートパソだ。やだ、この声、耳の保養にもならない。何これ。あ、でもなんか前回の裂け目と違ってさ、ややこしい条件とかないからいいわ。切るだけだから。ね、楽勝だわ。前さ、なんか異なる炎、氷、稲妻とかあったじゃん、うん、めんどくさい。てかさ、これ焼夷弾プラスでさ、脳死とかつけたら割と強い武器になるよな。あー、どうだろう。今すでに脳死ついてんだけどさ。はい、あ、ついてん。強いわ。ミミクワンパンだし。強すぎ。え、強くね。あ、いや、でもレベ2でミミク。あ、はい。で、の、なんだこれ。神。神かい。最後の異物。何この、前線から異物を。おい。アオネシア。こいつだ。何これ。え、リサイクルだ。これ。ちょっと待って。喋ってる途中だけど死んじゃうこいつ。あ、待って。もうね、あ、待って、死んじゃう死んじゃう。その、明らかにその武器のね、減りが、えぐいわ。こっちの火力ゴミすぎ。あ、あの、死んだ。ちょっと喋ってる途中なんだけど。何これ。終わったな。キリンの、あ、これ必要なやつだ。謎解き。おい。ジャスン落ちてきた。どこを開いてる。援護？ラベノフ、どうなってるの？この場所を知ってる気がする。レバー、質問は無事に脱出したからにしてくれ。脱出するぞ。お、とりあえず飛ぶのやめろ。てかこれ地球だよ。楽しい。ほいよ。多分地球。あ、なんかガスマスク。この武器さ、マガコレ、まあ、バグが解消してマガコレ次第ではゾンビのメタ武器になりうるんじゃない？ありそう。あれ、ここモダン2マルチのとこで。そうそうそう。さて、あの、アルマズラにあったじゃん、このマップ。ああ。このマップ移植したらいいのに。いや、このマップ結構いい。後ろすご。前もすご。ああ。コーチは気持ちよすぎ。わあ、なんだなんだなんだ。なんだ。ああ、脱出路が。ああ。ここなんだ。脱出路か。見るもないよね、もう。うん。
ないよね。オッケー。さよなら。間違った方やるねお前。大丈夫。多分ムービーが現れる。おほ。右上ネタバレで。グレイの研究に執着したせいで命を落とすところだったぞ。これ以上隠しておくのは危険だな。何を？グレイからお前への最後の言葉だ。エヴァ、何度も繰り返し考えてみたんだけど、どう伝えたらいいのか。でも話しておかなければやるべきことを進められない。どんなに辛くてもね。あなたを身ごもり産んだのは私。でもあなたの実の母はサムよ。サマンサ・マキシスという人。彼女は私が知る中でも最も優しく勇敢な人だった。彼女がいなくて寂しいわ。私たちはダークエーテルにさらされた。特にサムがね。彼女はダークエーテルの中に入ったっきり戻らなかったの。それがあなたが重要な理由。あなたはダークエーテルとつながってる。遺伝子を通じてね。それがどういうことなのかはまだわからない。素晴らしいことかもしれないし危険かも。私はもう長くないけど、必ず誰かがあなたを見守ってくれるでしょう。ラベノフが適任だと思うの。特にあなたとのつながりを考慮してね。ジャンセン夫妻は最高の人生を与えてくれるでしょうけど、離れたくないわ。まだ3歳なのに本当にごめんね。少しでも私のことを覚えていてくれたら嬉しいな。覚えてる。愛してるわ。さようなら。どうして今まで隠していたの？お前の父親になるつもりはなかった。父親？私を娘だと思ったことある？お荷物だって思ってたんでしょ？レクイエムは俺たちから遺伝子サンプルを採取したんだ。同意のあるなしに関わらず。そんなことを勝手に決めるなんて何様のつもりなの？例の存在はお前の胸像なんだ。影とも言える。お前と同じ瞬間に生まれ、この世界とダークエーテルを隔てるベールが取り除かれるたび、その影響力は強くなっていく。頼む。俺はお前を助けたいんだ。助ける？あなたの嘘はもううんざり。待て、エヴァ。すまなかった。ストーリーわかんねえわ。ようわからんわ。俺たちの目的はシジルとエルダーシジルだから。え、キリンのおもちゃゲットしたけど、これどうやって謎解きに使うんだ？謎解きはまだ絶対必要なもんあるんよ。このキリンのおもちゃをあのフィールド上のあの謎の魔法陣に設置しろとかじゃないのか？ああ、いや、いつもだったら謎解きのアイテム4個だからまだ1個しか持ってない。